母の方がちょっと肺がんになってちょっと末期がんやったんですけど、でそれでもちょっと入院してると、まあ今もちょっと入院してる状態なんですけど。ちょっとなんで遅くなってるかって言ったら、トラックが一応朝動ける便がちょっと予想外の動きしてて、5割ぐらい今3分の1ぐらいですね。お住まいになられた方、なられてた方っていうのはどなたになるんですか、ね、一応両親、父と母が2人でこの家に住んでまして、で母の方がちょっと肺がんが分かって、それが6月かなに肺がんになってちょっと末期がんやったんですけど、でそれでもちょっと入院してると、まあ今もちょっと入院してる状態なんですけど、父がその間はもう1人で住んでる状態だったんですね。で父の方も脳出血で倒れまして、で急遽もうここの家がもう誰も住んでない状態になるっていうのと、あとその病院とのやり取りとか、その、まあ、介護とかも今後発生するとかっていうところもあって、僕の兄と、まあ、一応話して、まあ、僕がここに住んでそうしていくってなったんですけど、やっぱりちょっとなかなか探してる状態があったっていうところで、今回お頼みさせてもらったっていうところですね。基本的に家具とかそういったものとかはもうある程度処分されるんですか？あ、そうですね、まあ、母親にはちょっと大事なものは置いとくけど、基本的にはちょっと捨てさせてもらうねっていうことはちょっと了解もらって、はい、はい、その方向で行かせてもらいたいなと思ってます。整理されて大体どれぐらいですかね、ご自身で。多分3日間ぐらいですかね。ある程度必要なものとか大事そうなものってもう見てもらって、ね、ある程度はやったんですけど、まだ多分埋もれてる部分、手つかずの箇所とかもあって、で結構いろんなところに大事なものがあるんで、ちょっとそこら辺を丁寧に、はい、させてもらう感じになるんですけど、はい、一応今回ご依頼いただいたのって、もともとなんか YouTube とかって、あ、そうですね、妻の方がEV さんの YouTube すごい見てまして、今日もちょっと近くで見といてもらって確認させてもらいながら、ちょっと丁寧に分けていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。おはようございます。本日もよろしくお願いします。ちょっと早速中の方案内していきたいんですけど、まず玄関入ってもらって、今こっちですね、リビングダイニング部分になるんですけど、今ちょっといる服をより分けてもらってる段階なんで一応服だけまだ必要なのが残ってるっていう感じで、あと全部基本的には処分させてもらう、あと残ってるやつはちょっとまた確認させてもらいます。基本的にもう家具とか細々した部分は処分していくんですけど、まだ残すやつとかも多少あるんで、レンジとか冷蔵庫とか洗濯機とか、まあ、そのまま状態です、はい、洗面がこんな感じです、はい、でまあ、ここら辺とかも収納があって、ここもですね、はい、まあ、使えるやつは多分そのまま置いとく感じにはなると思います。で2階部分のこっちのお部屋とかはもう基本的に空にするイメージですね。はい、で一応ここの真ん中の部屋も全て処分する感じで、はい、でこっち側が一応だから今後このまま住むっていうことなんで、必要な荷物ちょっと多少持ってこられてるみたいで、ここの段ボール類が置いとくやつで、それ以外こっちのベッドとか机とかは処分していく感じです。であとこの屋根裏があるんですけどこんな感じですはい、それなりにあるって感じです ここだけちょっと出っ張ってる部分が収納、なんか圧倒的に多分見切れてない部分が多いってことなんで、はい、ちょっと一緒に分けていきながら、いるものをこれ置いといてっていう感じで相談させてもらいながら片付けていくイメージですね。で一応作業員でいうと今日6人で来させてもらってて1回見ながらやけど2時間3時3時間から4時間ぐらいでは終わるかなと思います。はい、はい、4時間ぐらいかな、片付けながらなんで長くて4時間長くて4時間、はい、はい、
ちょっとじゃあ早速片付けていきますんで、今日もよろしくお願いします。よく使われてたような服が、はいはい、使い古されて、はい、キッチンもでも終わりが見えてるっていう。そうですね、もうそんなに残すものの方が多いので、うん、では結構いろんなものが入ってるので、そうですね。だけど、輪ゴマと入ってる感じで、使えそうなやつもある程度で残すの量もある程度で言ってたんで、はい、基本的にはほとんどここら辺を取るのかな。はいはい、じゃあ結構運び出しもしやすいというか、そうですね。通り道が。うん、ここが間口が広いんで、ちょっと映せないですけど、まあ、入り口の木、植木類も座ってったっていう感じ。道路があってちょっと入ってきたところがもうそのまま植木とか物置とか外回りが多少あるので、他のスタッフが今そこをちょっと見ていただいてる感じ。吉弘と海星と長ちゃんがちょっとやってくれてます。新を有機で玄関を軽心化。今日の運び出しの距離って、うん、まあ、すぐ直近ではないと思うんですけど、うん、そうですね、まあ、そこまででもあれですかね。そこまでめちゃくちゃ長いってことはないですけど、うん、まあ多少ちょっと50メーターぐらいはあるかな、うん、運び出しの距離が。雨もね降ってないので今日は運び出しです。でもちょっと風は涼しくなりましたよね。うん、昨日から、昨日ね、確かに僕も涼しかった。これから1週間は涼しいみたいです。あ、ほんまですか。はい、またでも暑いところは来るみたいです。8月の後半でもう抜ける間に9月ですもんね。そうですね、今末とかの、うん、玄関のツリーと地域ですね。そうですね、このままこっちに上がっていこうかなと思います。ああ、ここはレジャー用品だったりバッグだったり、もう日用品が結構詰め込まれてる感じですかね。量が結構多い感じですけど、でも奥行きはそんなにないので。あ、そうなんですね。はい、あ、なので、まあ、それなりに今でもあるかなとは思いますね。はいはい、
こうよく見るとあれですね、階段に沿って奥の方にも。そうなんですよ、下の方に連れて奥行きが深くなってるんで、あっち下の方は結構奥行きありますね。あ意外とありそうな。意外とありました。でもほんまに暑さマシですよ。いや本当に全然暑さかないです。そげ全然暑さかないです。付け置きされてる。付け置きしてますね。ちゃんとこういつ付けたとか。あ、そうですか、ね。でも最近付けたっぽいですね。2021年6月6日。去年。梅漬けとかね、このまま運び出される感じ。一応箱に入れたりするんですけど、あまり入れすぎて割れると。あ、そうなんですよ、液体が漏れてしまうので。余裕を持って。横揺らさんといて。これ、うん、割れ物で埋めしてる。しっかり入ってるわ。まだある？ある。なあ、そうか、うん、終了しました。
その上に置いてくれ、その食器棚の中を置いとってくれていいんですか。ここの上で、その上も側もいらない、側も中にも。洗面所って洗濯機が置いてる。洗濯機は風呂の蓋、風呂の蓋です、はい、これで、はい、順調ですか。そうですね、こっちはそんなに量も多くなかったんで、はい、順調に進んでます。なるほど。確かこれは運び出し必要はない。そうですね、洗濯機は一応置いておくやつです。こうやって壁ってことなんですよ。いや、ぺったりくっついてます。多分ネジぺったりくっついてるように見える。じゃあ、こっちネジあるんで多分ネジネジやろネジ。順調に。そうですね、こっちはもうある程度終わってきます。これでもいけます。高く、はい、ほい、しときます。ほい、通帳は見てないです。今の古くなったやつとかもなかったですね。あ、すごい、わかりました。ありがとうございます。すごっ何時間
下のここの2階のスペース開けて屋根裏取りかかる感じですね。それが ここもその木製がある感じ、運び出しも結構そうですね、間のまあそこまで大きくないんで家具自体が、あ、なるほど、いつも通り運べ、いつも通りちょっと2階の方がちょっと段取りついた感じ。ちょっとなんで遅くなってるかって言ったら、トラックが一応朝動ける便がちょっと予想外の動きしてて動けなかったんで感じですね。なんか僕も今からちょっと抜けないとダメなんで、ちょっと頼むなと、大変なことは残ってるけどお願いします。はい、お願いします。先生にバトン達成します。はい、お疲れ様です。いってらっしゃいです。お疲れ様です。最後屋根裏です。これがちょっと最後の鳥ですね。3人乗れますもんね。そうですね、ほとんどまだちょっと上の方が多いかなって感じですけど、はいはい、まあ、こういうこともあるんで、
そうですね。もう一台来てる予定だったんですけど、はいはいはい、それが予定が変わってしまって、そうなんです、ね、それでちょっとだいぶ